日本の年金は世代と世代の支え合いとか言いますが、本来年金は将来への積み立て保険なのではないでしょうか。少子化だから若い世代が人数の年寄り、若い世代が多数の年寄りの年金を支えていますが、その多くの老人が支払ってきた年金はどこへ行ったのでしょうか。支え合いということなら最初に受給した人は保険料を払ってないことになりました、なりませんか。正解です。あとグリーンピア問題で年金を無駄にしたようですが、いつ国は返金してくれるでしょうか。返金してくれません。結局年金って別に払ったからといってその払った額が返ってくるものではなく、なんとなく払ってるとなんとなくお金が返ってくるっていう仕組みで、で昔の高齢者の人たちって払った額の 1.5 倍ぐらい戻ってきたんですよね。で、今30、40ぐらいの人だと払った額ギリギリ戻ってくるぐらいで、今20代だと払った額も戻ってこないんじゃないかと言われてるんですけど、なので年金がなくなることはないんですけど、もらえる額っていうのはだんだん減っていきますよと。なのでまあもうそういう仕組みだし、まあ年金がどうこうというよりは、まあ高齢者優遇っていうのは結局その選挙で投票しに行く人が高齢者の年取ってる人が多いので、なのでまあどうしようもないと思いますけどね。